なんで？ああ、もしかして僕の目が悪いのを誰かから聞いた？人違いじゃないよ。ずっと見てたから。吉川さんの顔は知ってるけど、その堀さんって子のことは知らないよ。本気で心配したんだぞ。すまない。それで、どうなんだ？大したことではない。疲れが出ただけじゃろう。何かその特別な病じゃないんだろう？安心せい。そうか、よかった。本気でホッとした。大げさなやつじゃな。いや、あれこれ考えたらいろいろ不安が渦巻いてしまってな。もしかして、もしかしたら。なんじゃ？言うてみよ。いや、もしかして玉ねぎを食ったせいなのかと。わっちゃ犬ではありんせ。だよな、堅牢だもんな。じゃが、せっかくの酒と地層を満喫できなかったのは残念じゃ。俺は商人だぞ。そこは抜かりないさ。残ったものは包んでもらってきてある。本当かや？ああ、すぐに出してやろう。と言いたいところだが。やっぱり熱があるな。相当疲れてたんじゃないのか。まず、その腰にぶら下がっている物騒なものについてお聞きしたいんですけど。こういう仕事はいつも家でやってるから落ち着くな。なんか流れで始めたバイトだけど、みんないい人みたいだし、しばらく頑張ってみようかな。こんなとこまで来て、よくやりますよね、ミシェル先輩。どういう心臓してるんだろう。ハルト先輩も落ち着いてますよね。やっぱりお家側だとこういう雰囲気には慣れっこで。父さん、引っ越しの準備終わりました。あとは荷物を運び出すだけです。お疲れ。お帰り、兄さん。また喧嘩したの？てめえ、黒犬！あいつはどこだ！赤のクランズ、何のことだ？おめえがかくまったあいつはどこにいんのかって聞いてんだよ！痛い目に遭いたくなかったら、さっさと答えやがれ！何年ぶりですかね、太宰。連絡をもらったときは驚きましたよ。確かに、白夜の魔眼に奪われた魔石がすべてここにある。そして、その像に魔石をはめ込め。初代魔法帝の像。これで最後だ。習得には負けたが、残り2勝は今確定した。こっちの解剖は済んだからな。やめろ、やめてくれ。やめ、人は死ぬ。しかしお前はどうでもいい。どうでもいい。違う。違わない。違う。全てを望むままに解放しろ。開け、殺せ、全てだ。目に見えるもの全てが消えるまで。ここはかつての処刑場跡さ。殺さずに連れ帰ったホローをその穴の中に放ち、それを罪人と戦わせる。僕らは左右の高台からそれを見物するってやつだよ。アカネちゃん。お見舞いに来たよ。あれ？これどうしたの？アカネちゃん、クマなんてもう好きじゃないのにね。こっちでしょ。綺麗だよね。今日さ、試合見てきたんだ。なかなかに有意義だったよ。いろんな発見。いや、違うな。興味を。アメリアの娘マリー、1864年5月22日生まれ。
1889年2月9日爆発による全身裂傷及び出血多量により死亡。ああもうやってらんない。ここでお仕事なんて絶対セバスチャン絡みだと思ったのに。セバスチャンどころか好みの男一人いやしないじゃないのよ。やってらんないわ。ああしみったれた女の一生なんか興味ないのよ。ちょっとはあ、セバスチャンってばこんな肉まんじゅうが取り柄のブスが好みなわけ。やったなら私もパーマでもかけようかしら。あそんなあちょっとあんたそこ変わりなさいよ。あやっぱりリーはさすが私のセバスチャン。燃え上がる熱い夜も凍らせる絶対レードの瞳ゾクゾクしちゃう。最高に最低です。塩ビ服を脱いだあなたは本当にただの悪魔だわセバスチャン。いつか戦い以外であなたの塩ビ服を脱がせたい。あセバスチャンとは割と気痩せするタイプなのね。なんちゃってあもうやだ。ひどい男って分かってても引っかかっちゃうのが女の才だ。でもよりによって最低の男に引っかかったわね。まあ最後にいい思いができたと思いなさいよ小豚ちゃん。尾行特になしと。ああもう今日はしみったれたレコードばっか見て私までしみったれた匂いが移った気がするわ。早く帰ってシャワー浴びたい。あのガキのそばにいる限りあなたはいつも死と共にある。次会えた時はまた熱い殺し合いしましょう。セバスチャン。お前が魔王か。魔族との長きにわたる戦いも今回で終わりだ。やあオスロ、オイラとってもいい夢を見てたみたいだ。どんな夢かって。そのディアンヌとキスをしちゃった。ねえセルティ、実際のところ首の記憶は残ってるんじゃないのかい。はっきりと覚醒した状態で切ったんなら。どうだっていいだろうそんなこと。ん？私はずっとお前と一緒だ。見せてあげましょうカルマ君、このドリル触手の威力と自衛隊から奪っておいたミサイルの火力を。先生は暗殺者を決して無事では返さない。その顔色では朝食を食べていないでしょう。マッハでたこ焼きを作りました。これを食べれば健康有料時に近づけますね。はい、あん。風穴が開いて3日が経過。協力を要請した分社他社の張り巡らせた結界によりこれ以上の拡大は防がれております。しかしすでに溢れ出たあやかしは駆除するほかありません。消えた。仕方ない。シュラの黒暗眼、暗影の彼方よりいずるもの、ダークフレームマスター、ここに擁護。竜で戦いを挑もうと思ったのがお前のミスだ。デコモリサナエ、いやミョルニルハンマーよ。どういうことですか。俺の体に宿っているものを忘れたのか。暗黒竜。いいな、我が身に眠る竜は今やそれを凌駕し暗炎竜へと進化を遂げたのだ。なあブリタニアを憎むブリタニア人はどう生きればいい。貴様主義者が。ん？どうした撃たないのか。相手は学生だぞ。それとも気づいたか、撃っていいのは撃たれる覚悟がある奴だけだと。なんだ。ルルーシュビブリタニアが命じる。貴様たちは死ね。イエス・ヨア・ハイネス。
あの日から俺はずっと嘘をついていた。生きてるって嘘、名前も嘘、経歴も嘘、嘘ばっかりだ。全く変わらない世界に飽き飽きして、でも嘘って絶望で諦めることもできなくて、だけど手に入れた力を。だから、なあ、ブリタニアを憎むブリタニア人はどう生きればいい？その主義者が。どうした、撃たないのか？相手は学生だぞ。それとも気づいたか、撃っていいのは撃たれる覚悟があるやつだけだと。なんだ、ルルーシビブリタニアが命じる。貴様たちは死ね。一度しか言わないぞ。ありがとう。感謝されたのは初めてだよ。ではお礼を返してもらおうか。ん？もう一度呼べ、先ほどのように。え、ああ、あの名前か。一度だけだ。大切に優しく心を込めてな。仕方ないな。これでいいのか？ダメだな、全然ダメだ。優しさが足りない、素直さといたわりの心も、発音も怪しいし、何より温かみに欠ける。わがままな女だ。そうとも、私は C2 だからだ。